運搬ビジネスで月収100万円を達成して、そして脱サラをして自由になろうという話をしたいと思います。今メキシコシティを歩いています。うわかっこいいねこれ。まあ、この動画を見てるってことは、何かこの物販ビジネスであったりとか起業とか副業とかそういうことにね興味があってご覧になられてると思うんですけども、このチャンネルではですね、私は物販ビジネスでまず最初は少なくてもいいんですけども、最終的に月収で100万円を目指してほしいと。そしてですね、希望がある人については脱サラ、そして独立起業をしてですね、でそこからさらに収入を伸ばして時間の自由とお金の自由を手に入れてほしいなと、そんな風に思います。まあ、副業でね会社をやりながら仕事をするっていうのももちろんそれが好きだっていう人はいいと思うんですけども、その働き方であったりとか、そのストレスだったりとか、そういう点でね、やっぱり自分で自分のビジネスだけで生活できるようになった方が本当は理想なんだよなと思っている方は、そのやり方っていうのはありますので、でノウハウもちゃんとありますので、それをね、目指してほしいなと思います。なんかね、なんか自分はそんな難しいのはできないんじゃないかっていう風に基準を下げて考えるんじゃなくて、本当に欲しいもの、一番ベストで求めてるものも求めてほしいな、ベストを求めるってことですね、ということを伝えたいと思うんですね。で私が最初にやったビジネスっていうのは、その副業でですね、ヤフオクで販売するっていうことでした。で今でもそれはやってるんですけど、ヤフオクだけじゃなくてメルカリ、メルカリもありますけど、で輸入ですね、eBay で仕入れて、今だったらメルカリで売る、ヤフオクで売るっていうことを、ビジネスとしてやります。で、実際ね、月収100万円とかって今さっき言いましたけども、そんなのできるのかよって思う方もいるかもしれませんけども、これはできるんですね。例えば稼いでる人の話と稼げてない人の話っていうのは全く逆のことを言いますよね。で稼げてない人の愚痴みたいな話を聞くのか、実際に稼いでる人の話を聞くのかで、どっちを信じるかであなたの、得られる結果っていうのが変わってくると思います。もちろんやろうとした人が 100% 全員100万円稼げるかって言ったらそれはないですね。実際100万円まで行くってなると、本気で取り組んだ人の中でも 20% も 30% ぐらいの、1年とか2年ですか。ただ、本気で取り組めばそこまでの道のりっていうのは分かるし、やめないでやっていけば全員が稼げるようになります。ただ、全員が稼げるわけじゃないってさっき言ったのは、ほとんどの人は途中でやめちゃうんですね。で自分には向いてないとか、なんか挫折するようなポイントっていうのがあるんですけども、そこで諦めてしまうっていう方が、まあぶっちゃけほとんどなんですね。なのでこれは精神論にもなるんですけども、マインド面ですね、マインド面をかなり進化させるっていうことが必要になります。だからノウハウだけを探し回って、ノウハウコレクターみたいになって、何が儲かるのかな、何が楽なのかなという感じで、でこれはダメだったとかね、そのノウハウとか、その、言ってる先生のせいにしたりとかっていう基準では、これは何をやっても稼げないんですよ。あなたには本当に稼げる人の輪の中に入ってほしい、そっち側のグループに入ってほしいと思うんですよ。そういう視点で言うので、この話を聞いて、ムカついた方とか批判的な意見をお持ちの方もいるかと思うんですけども、まあ、それはそれで OK なので、この動画を見るのをやめてもらって、でも本当に稼げる、稼いだり、人生を変えるためのポイントで、実際に人生を変えた人とか、稼げるようになった人は全員知ってる話です。だけど、稼げてない人にはちょっとピンとこないような、本当なの？って思うような、そういうことも話していきたいと思います。バスの中でなんて言うの、100万円稼げるっていうのをじゃあどうやればいいですかって言っても、細かいですよ。100万円となると、会社員の方で100万円となると、年収で言えば1200万円ですから、1200万円の稼いでる人と同じぐらいの難しいことをやるって考えたら相当大変だと思うんですよ。まあその仕事内容だけじゃなくて、学歴とかなんか資格とかいろんな要素ね、上司への根回しとかね、いろいろあると思いますけども、まあそれと同じ
金額をね稼ぐってことは、なんていうか、なんていうかな、そのボタンを押せば稼げるとか、この通りにやればもうクリックで稼げるとか、そういうレベルではないです。根性もいるし気合も必要だし、そうですね、多くの人が辞めていってしまうような挫折しそうなポイントを出会っても辞めないということですね。そういうのも当然必要になるんですけども、じゃあまずどういうふうに進めていったらいいかというと、最初に100円を稼ぐってことをやってほしいと思います。100円で、ここで多分 YouTube の動画を見ている方の中でその100円を稼ぐっていうことをやるだけで半分はやらないかなと思います。でそれもしできたらもう半分以上は勝ったっていうことになりますので、まずそこを目指してほしいと思います。で100円なんか稼いでもしょうがないよって思ったかもしれないですけど、そこまでの行動をするってことがかなり大きいです。で例えば100万円と100円って、1万倍の違いがありますけども、道のりとしてはもう100円稼いだだけで 30% くらいは到達したみたいな感じですね。もっといってるかもしれない、ほとんどの人はやらないから。でじゃあ100円稼ぐってどうしたらいいかっていうと、例えばそうですね、メルカリなんかで自分の持ってるものを売るとかね、まあ、それだと不用品販売だし誰でもできることですけども、じゃあもうちょっとビジネス寄りの話にしたとすると、だ仕入れて売るっていうことですよね。仕入れて売って100円利益が出たら小さいけどビジネスだと思うんですよ、ね、じゃあ何したらいいかっていうと、例えばじゃあ Amazon とかで安く売られてるものでそれをメルカリで売るみたいな感じですね。ステッカーとかもいいと思いますね。Amazon のそういう薄利多売で売ってる商品っていうのは単価的に言うとかなり安いので、でそれをなんかメルカリで丁寧に売って買います。そうすると例えばステッカーとかだったら100円どころじゃないちょっと利益取れると思うんですけど、そういうものを調べてやってくれって感じですね。ですから例えばステッカーで10枚組とかでだったらその特に単価が安くなるんで、それを、Amazon で探してみて、でそれと同じものがメルカリでいくらで売られてるかっていうのを確かめてみて、いくらで販売してるじゃなくて売れているですよ、もう売れた履歴ですよ、過去相場ですよ、過去相場を見て、であこれ利益出るじゃんっていう風になったらそれを仕入れてみてほしいんですね。で数百円とかせいぜい1000円ぐらい の仕入れなので、それね売れなかったとしたってどうってことないじゃないですか、人生に影響ないですよね。まずそのぐらいのチャレンジをしてほしいなと思います。でそれがね慣れてくると1000円のもの仕入れるとか1万円のもの仕入れるとか、もっといくとその20万円とか50万とか100万とか300万とか1ヶ月に800万とか、そういう仕入れをしていく段階になっていく最初のファーストステップなんです。最初に言いましたけど月100万円を稼ぐっていう方向性で、それ行くぜって思った人に今話をしてるんで、なんかその月1万円でもいいんです、5000円でもいいんです、3万円でもいいんですっていうような、そこをマックスとしている人にはちょっと言ってることが大雑把すぎるかもしれないんですけども、それはちょっと自分でできれば調べてほしいですね。 Amazon を使ったことはほとんどの人あると思いますし、メルカリも使えると思うんですね。でメルカリでいくらで売れてるか、 Amazon でいくらで売ってるか、でその差額を調べるということですね。 Amazon はだいたい送料無料ですから、買った金額がそのまま仕入れ金額になりますよね。でメルカリっていうのはだいたい送料は自分で持ちますから、自分で持つ分の送料とあと 10% の手数料が引かれますから、例えば500円で売るとしたら500円が 10% 引かれて450円かな、で450円で送料がまあいくらかかかると思うんですけど、送料を差し引いて、それで100円以上利益が出てれば OK です。まあ、これだったらほとんどリスクがなく、しかも自分の力で調べてで利益を出す、小さい金額だけどビジネスのスタートを切ったということができます。じゃあ100万円を稼ぐ方法って言ってるのに100円ってなんだよって思うかもしれませんけども、これが本当に第一歩なんです。まず、そういうものね、 Amazon で仕入れてメルカリで売る、それを1個でいいから販売するってことをやってみてください。そしたらまたね、例えば、5000円で仕入れて1万円で売るとか、そしたらなんか3、4000円ぐらい儲かっちゃうんですよね。そうすると、例
えば3000円儲かるものが10個だと3万円だし、100個売れたら30万円ですよね。で、真面目に取り組んでって1ヶ月で100個売るなんていうのは普通にできることです。今の感覚で難しそうだとかって考えないでほしいんですね。そうすると変わらないんで、なんか自分の感覚で違和感があったとしても実践して稼いでる人の意見の感覚っていうのは信じた方がいいですよね。この人の言ってることを信じてみようかなって思うんだったら、それを、その通りにやってみるってことですね。そこが変わるコツなんですよ。だからなんか結構ね、ムカつくかもしれないですけども、それダメかもとか怖いとかそういう感覚っていうのは今まで生きてきたその延長上の感覚なんですよ。月に30万50万100万って自分の力でお金を稼いで、で好きな時間に仕事をして好きな場所に行って誰にも文句言われないで、そういう生活を手に入れるってことは自分自身の内面から変えていかなきゃならないんです。いや、ただお金儲けっていう話だけでこんなこと言われたら僕だったらムカつくと思うんですけど、でもこれが事実なんですね。ですから、あ、そうなんだ、確かにそれもあるかもなっていう感覚で思えるんだったらぜひやってみてほしいなと思います。こんなところに行きます。今メキシコの国旗がでっかいですよ。10メートルぐらいあるね。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。アディオス。